みたいなものよ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。ちゃんと立ち上がれ。フルリン。私が誰だか。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。逃がさないわ。悪い子ね。お薬の時間よ。ありがとう。美月さん、よかった。モンタナはまだ変化してないんだね。ほら、あいつらって全然。終わってないんだけど。モンタナを放っておくわけには。ブートヒル、後で合流しよう。あ、別に逃げるわけじゃないからね。言われなくてもあんたが逃げるなんて思ってねえよ、七死人のジョーちゃん。嬉しい限りだ。そうでなければこのシーンがあまりにも単調になってしまう。この登場の仕方は少しわざとらしい気もするが、時間は有限だからな。オープニングくらい少しわざとらしくしてもいいだろう。あんたロビンの仲間か。いや違えな、メモキーパーか。おや、なかなか鋭いではないか。だが私の身分などどうでもいい。こうして君たちの前に現れたのは映画の美学に対するこだわりからに過ぎない。ホーリーベイビー、何言ってやがる。ここから離れろって忠告してやろうかと思ったが、意味不明なことを言うやつは別に猿になっても構わねえ。静かになっていいからね。何の伏線もなかった私の登場は君にとっていささか唐突なものだったろう。普段であればこのような雑なプロットを受け入れることはないのだが、この映画のために私はこだわりを捨て、二人のレンジャーに小さな手がかりを与えることにしたのだ。ああ、ランハに言われてきたのか。脳裏であいつみてえな回りくどい喋り方をするわけだ。ドリームリーフを救う手段が一つある。ファミリーが介入すればここの異変を解決するのは決して難しいことではない。だがこれは誰もが受け入れられる方法ではないだろう。あんたここの連中のことを見くびってるな。ここにいる奴らが外の美しい夢を捨てたのは自分を取り戻そうとしたからだ。そんな奴らがトラブルごときでファミリーに頭を下げると思うか。ミカ君もそう思っていたようだが、情熱だけでドリームリーフは救えない。今この瞬間も私は悲劇を取りたいとは思っていないのだ。この困難を乗り越えたい。だがファミリーの支援は受けたくないとくれば、
ドリームリーフの人々は自分たちだけの調和の歌を歌うしかない。その歌のために私は来たのだよ。諸君には贈り物を用意した。次のシーンの大筋をな。時が来ればおのずと何のことか分かるだろう。何を根拠にあんたの話を信じろってんで。この映画の中で私は監督であり演者でもある。自分がクランクアップする直前のシーンで完璧を追求しないわけがないだろう。あのキューティーが小細工してねえわけがねえよな。そんじゃ何が入ってんのか見てみようじゃねえか。これを。あのキューティー大したもんだぜ。ドリームリーフの奴らに調和の歌を歌わせるには確かにこれよりいい方法はねえ。さてそろそろビッグスターに会いに行かねえとな。ホーリーベイビー、この場所はファミリーの助けが必要なほど落ちぶれちゃいねえ。私も最善を尽くしてみる。待て待て、今何の話してたんだ。あ、ブートヒルさん、外の状況は。ひでえもんだったぜ。ああいう光景は何度も見てきたが、やっぱ気分のいいもんじゃねえな。他に方法はないのか。なんだ兄弟、まさか俺もファミリーへの挨拶の仕方を覚えなきゃなんねえのか。その逆だ。ドリームリーフでそんなことは絶対に起こらない。所詮俺はただの守護者でドリームリーフのリーダーじゃないからな。住民たちの選択をどうこうする権利はないんだ。選択？あんた、連中が自分から望んで猿になったと思ってんのか？いや、自分のあり方を追い求めてここに来た人たちが、自我を消して幸せになることを望んでいるとは、とてもじゃないが考えられない。仮に住民たちが自分の意志で破滅に向かうのなら、それを止めるつもりはない。だが、それは彼らが正しい選択を下せる状態にあることが前提になる。そうくなくっちゃな。もし本当に猿になることを望んでいるなら、それも一つの選択だ。その意思を否定したりはしない。ただロビンさんなら、彼らに再び正しい選択をする機会を与えることができると思うんだ。ファミリーに気づかれないようにこの危機を打開する方法は確かにあるわ。調和の調律は雑音を消すことができる。住民たちが私に合わせて歌ってくれれば、ドリームリーフに鳴り響いている邪悪な曲を打ち消せるかもしれない。ただ一部の人たちのファミリーに対する先入観を考えると簡単なことではないわね。さらに重要なのは、ドリームリーフにファミリーの声だけが残った場合だな。この困難を乗り越えられたとしても、P
ピノコニー最後の自由の地はその名だけを残して滅んでしまうだろう。それなら全部の音を一気に鳴らせばいいじゃねえか。聞け、俺にいい案がある。ついてこいビッグスター。こっからはあんたが道を踏み外せるかどうかにかかってんぜ。見ろビッグスター、ドリームリーフで合唱大会を開くにはこの方法しかねえ。これは詳しい説明はするまでもねえだろ。それともいつもお高く止まってるあんたにはこんなもん使いこなせねえか。そんなことない、音楽に関することなら何だって多少はできるわ。正直これは少し無茶な要求だと思うけれど、でも無茶苦茶な危機には無茶苦茶な方法で立ち向かうべきなのかもしれないわね。それでいい。必要な奴らは俺が絶対見つけてきてやっからよ。ダンスで世界を救った奴もいれば、泣いただけで相手を倒した奴もいる。今度は俺らの番だ。気球存亡の時一緒にド派手なパーティーを開こうぜ。今あっちでパーティーやってんだ。相当弾けるやつだぜ。興味ねえか。話はミカから聞いてる。ファミリーのハーモニーに加われ？クソくらいだ。俺の喋り方を真似てんのか。そっちがその気なら俺にも考えがある。バカバカしいと思う気持ちもわかるが、とにかく行ってみろ。パーティーであんたらの縄張りを取り戻すか、自分たちのためにレクイエムでも演奏してもらえ。お前チンピラを見るのは初めてか。俺はミカとは違え、マジで撃たれないと思ってんなら、その考えを改めた方がいいぜ。どういうことだ。猿になってない奴の王が狂ってやがる。お前の言う通りにする。だから銃を下ろせ。ああ、俺は忠告してるわけでも上から目線でアドバイスしているわけでもない。ただみんなが思いつかなかった選択肢を提示したいんだ。自分を救うかどうかは自分たちで好きに決めればいい。順調そうだね。邪魔すんのはやめとくか。ちゃん震えてんじゃねえか。まだ飲み足りねえのか。おい、そこのカウボーイ、人を冷やかす暇があるなら手を貸してくれ。お、ちょうどいいな。俺も手を貸そうと思ってきたんだ。今から言う場所に行ってみろ。面白いもんが見れるぜ。これは俺の持論だが、人間ってのは賢くある必要はねえんだ。ダンスホールで一曲踊ってる間に問題が解決してたなんてこともあるからね。カウボーイ、あの時の、まさかロビンさん。みんなついてきて。彼の言うことは信じられるわ。モネラ、急にどうしたんだ。まあいいか、狂っちまったのはお前だけじゃない。どうせなら言われた場所に行ってみよう。お、誰が来たかと思えば、
どうだかな。まあそれはいいとして、うちと別れてからバナシスタントを倒した分の功績半分ちょうだい。いいぜ、半分やるよ。ってちっとも減ってないじゃん。早く行こう、急がないと。その必要はねえよ、別の方法を思いついたからな。つうかそっちはどうなんだ、用事は済んだのか。私もできるだけ手伝うわ。おいおい、これどういうことだ。こいつのバナシスタントをやったのか。美月さんが教えてくれたの。そもそも私はバナシスタントの影響を受けてない。原因は他にあるんだって。モンタナは何も悪くないよ。あいつら何もかも捨てた方がいいとか言ってるけど、実際はみんなを猿に変えないと相手をコントロールできなかっただけなんだから。あいつらの人を惑わす言葉がどんだけ理にかなっていようが、弾丸には勝てっこねえさ。ま、とにかく用がないならついてこい。いい場所に連れてってやる。わあ、なんか賑やかだね。今の時代、合唱するっつったところで集まるやつなんかいねえが、パーティーっていや、我先にと集まるもんだね。え？パーティー？ブートヒルさん、戻ったのね。実は、ミカさんにたくさん助けてもらったの。ここにいる人たちのほとんどは、私のことを信じてない。まして調和の力なんてもっと信じていないわ。でも彼らはミカさんのことを信じているから。俺のことを信じているというより、ただここを諦めたくないんだろう。みんなやる気はあるようだ。ファミリーに頼る以外の方法で困難を乗り越えるのはドリームリーフにとって初めてのことだからな。で、一体ここで何するつもりなの？言っても信じられないかもしれない。こんなやり方を認めるなんて、正直俺自身もどうかしてると思ってる。何ビビってやがる。俺は定期的に狂ったことをしねえと余計に狂っちまうんだ。ほら始めようぜ。クライマックスになったら俺が全員に一杯おごってやる。ここにいんのはみんないいやつだからな。先にお礼を言わせてくれ。ありがとうブートヒル。ただジェシーさんの代わりに伝えないといけないことがある。この前の7杯分のツケまだ支払ってないだろ。だがまあ今回はあんたに助けられたからな。その支払いは俺が持とう。今までいろんなイベントを開いてきたけれど、今回は特に特別だわ。本当にうまくいくかしら。心配すんなビッグスター。一つ面白い話をしてやる。この体を改造したばかりの頃、別に下手に触ったわけでもねえのに記憶モジュールが壊れちまうことがよくあったんだが、医者からは原因は修理が終わってから探せばいい、大事なことはとりあえず紙にメモしとけって言われたんだ。それからどうなったと思う？何日もメモする羽目になったのさ。ついでに記憶モジュールがよく壊れる理由もわかった。どうやら保存しなきゃなんねえものが多すぎたらしい。どうして今その話を？決まってんだろ。あんたが今信じなきゃなんねえのは自分じゃなくてここにいるこいつらだってことを教えるためだ。ここにいる奴らの記憶モジュールは壊れちゃいねえ。タフな脳みそは何もかもを忘れて猿になるためにあるわけじゃねえんだ。そうだろ？そうね。それじゃあ始めましょう。むちゃくちゃな危機は
無茶苦茶な方法で解決するべき？俺はそうは思わねえ。ドリームリーフの歌は自由であるべきだ。始めようぜ、ビッグスター。いや、今は DJ って呼ぶべきだな。行こうぜ、七死人のジョージャー。それとも別々に座るか？実にいい。音楽は素晴らしい映画になくてはならないものだ。ダーリン、あんたクランクアップしたんじゃねえのか？ああ、だから今は演者ではなく監督として見学している。どんな調和の歌になるのか気になってしまってな。時々心の底からいい映画が生まれるという予感がすることがある。それは大抵ただの通行人や大衆を撮影している時に感じられるものだ。この映画に登場する演者のほとんどは当然主役とは言えない。しかしそんな彼らの何気ないワンシーンの中にも人の心を救う魂の光を見ることができる。だが全てを失った時、彼らは何を求める？賢者の導きか、強者の手助けか。どちらも違う。私が思うに、彼らに必要なのはカメラだ。そしてスクリーンの前に座った人々はこの世で最も素晴らしい物語を見ることができる。そんな複雑なもんか。監督さん、俺に言わせりゃ、それこそが人生だ。前奏が聞こえるな。タンサンドは鳴き声のようで、六度音程は止まらないため息。渓流をまといかける。私たちは死ななければならないのかと。しかし七度音程は慰める。生命は存続できる。やってみなければわからない。ロビンさん、俺にできることは？いいえ、もう付き添ってもらわなくても大丈夫。さっきまでは緊張していたけれど、それもすっかり収まったから。なんだ、もうパーティーの雰囲気に酔ったのか？そうじゃないわ。ただ今まで見落としていたものを見つけたの。見落としていたもの？あの壮絶な経験をした後、私の人生は変わって当然だと誰もが思っていた。でもそんなことはなかったわ。鳥と飛ぶことに関してもまだ正しい答えを導き出せていない。何か思いついたとしても長い時間をかけて吟味して、いろんな方法で検証する必要がある。多分今頃は兄様も同じことをしているんじゃないかしら。じゃあ今日から始めるつもりか？いいえ、そういうわけじゃないわ。ただこれから起こることを考えていたら、突然聖歌隊は常に敬虔な心を持って団結することを求められていたことに気づいたの。でもダンスホールにいる人たちはそれぞれ個性や違いがあっても、照明に照らされている間は同じように見えるでしょ。調和の本当の問題はもしかしたら観客じゃなくて照明にあるのかもしれない。今この瞬間のように人々には聖書しか選択肢がないわけじゃない。それぞれ違う声を上げていてもお互いにつながることができる。それこそが調律なの。この調和の歌なら不協和音さえも包み込むことができると信じているわ。私がドリームリーフの音を引き出してみせる。あれってロビンじゃない？
クライマックスへ至るための条件が揃った。さあ華麗なるフィナーレを迎えよう。ランハ、忍びサイエンスはまだ完成しないのか？もう少し待ってくれ。銀河忍法帳にも急いで折ってもいい布はできない、強火で煮ても肉は柔らかくならないと書かれている。銀河忍法は千変万化、これがスーパー忍び巻物だ。すでに先ほどの忍法メモリーを中に注入してある。ガマ忍者さんの言葉が正しければ、これが邪推たちを倒す刀となるだろう。ああ、この忍者のミームウイルスを含んだ記憶を共感覚無境に投入すれば、中にいるバナーネモンキーの存在を上書きすることができるはずだ。飛竜忍者さん、バット忍者さん、どうか拙者についてきてほしい。そして共に邪推総長さんのあべこべドリームを終わらせよう。